はい、皆様おはようございます。またまたの、毎度のごとく朝なんですけれども、今日は朝からマックの新作を食べていきたいと思います。顔怪我してくれて大丈夫かな。はい、これです。マックルーリー。マックルーリー自体めっちゃ久々なんですけど、これ小枝味とオレオ味、オレオ味っていうのかな、これだとオレオ2種類出てますよね。早速ですが食べていきたいと思います。まずですね、小枝味いただきます。かたっ。ちょっと待って結構冷蔵庫の方に移動させておいたはずだったんですけど、結構硬いですね。見て、持ち上がっちゃう。いただきます。冷たそう。うわ、小枝や。え、ガチの小枝入ってる。すげえ、もろ小枝入ってる。はい、これ小枝入れようって言ったんだね。めっちゃうまいや。朝なんだよ。寒い、寒いですね。続いてオレオの方行きます。オレオって昔ってか前なかったっけ。ありましたよ。めっちゃオレオ、めっちゃ硬い。見て、持ち上がるんですけど、めっちゃオレオ入ってね、これすごくね。え、歯真っ黒になりそう。いただきます。あ、ちょうどと違う。オレオがしなしな。ん、これ本当デフォルト。それでも俺が3日間4日間食べなかったからかな。え、もっとサクサク。え、出来立て食べたらもっとサクサク。なんかめっちゃしっとりなんですけど、なんかこれしっとりしたクッキーとかってあんま好きじゃないんですよ。濡れせんべいとか、なんかはっきりしてほしいんですよ。クッキーならクッキーでサクサクしてほしいみたいな、せんべいならせんべいでパリッとバイバイしてほしいみたいな、そんな感じなんですよ。だんだんとちょっと歯が死んできました。でも俺はオレオじゃなくて小枝の方が好き。美味しい。小枝うまい。今日は編集をちょっと頑張りたいと思います。はい。ということでですね、後でね、こちらは、スタッフの方で美味しくいただきたいと思います。あ、で話変わるんですけど、これじゃがりこの梅味。これめっちゃうまいっす。これ4個目ぐらいなんですけど、あんまりもう売ってないんですよね。あれアスパラベーコンと一緒、あれももうあんま売ってないんですけど、これもうめっちゃうまいんですけど売ってなくて、まあ売れるよねそれ。なんで近くだね、コンビニで見つけたらいつもこれ買って帰ってます。めっちゃ美味しいんですよ、このじゃがりこの梅味で。あとでこれ買ったん見たんですよ、バリバリエビ麺、バリうまこれで。これ味がなんか辛口明太子味って書いてるんですよ。で僕明太子とかマジ大好きなんですよ。でそれでエビ麺だし、えみたいな。で幻の玉ねぎ、札幌チリの玉ねぎ、なんて書いてたのか分かんないけど、そう練り込みって書いてたから、絶対うまいやんこれと思って買ったんですよ。買って食べたんですけど、なんかあの僕がイメージしてたってベビースターラーメンのイメージだったんですけど、そうじゃなかった。なんかどっちかと言ったらラーメンの麺を揚げましたみたいな感じで聞かれてね、買っちゃったんですけど、ちょっとイメージ違いましたね。ということでマックフルーリー食べてたらね、お菓子の紹介になっちゃった。あとこれも美味しい、冬ポテト。このエピソードから冬ポテトとか春ポテトとかアラポテトとかめっちゃ好きなんですよ。季節限定で出るポテチってあるじゃないですか、あれがめっちゃ好き。これも好き。ザグザグになっ、ザグザグ、ジグザグ、ザクザク、なみなみ、わかんない、になってるやつって大体美味しいですよ。はい、そんなこんなで今日の動画終わりにしたいと思います。よかったらですね、チャンネル登録とあと高評価の方をよろしくお願いいたします。なんかずっと画面斜めってますよね、これ大丈夫かな。もういっか、もう撮っちゃったしね。はい、ということでまた、次の動画でお会いしましょう。